2003年甲子園優勝投手の上層学院出身の磯部裕樹です。ザ・プラチナリスト、夏の甲子園優勝投手歴代およそ30人全員会ってみたら、近くのラーメン屋さんただね優勝投手になって良かったとは思わなかったですね。投げすぎ、そうか。田中将大からエースを奪った男は今営業部長をやらせてもらってます。マー君といえば多分みんな分かると思うんですけれども、インパクトすごい強いと思いません？日曜夜9時。